皆さんこんにちは、親子どのすけです。今回はエイムの調子が悪い時と良い時の違い、その直し方と、できるだけエイムの調子が悪くなりすぎないように抑制する方法っていうのを教えていきます。多分エーペックスをやっている全プレイヤーの皆さんはエイムの調子が良い日とエイムの調子が悪い日があると思います。なんか今日エイム悪いなとか、そんなこと感じたことがある人多いはずです。なので今回の動画はほとんど全てのプレイヤーにどこか参考になる内容だと思います。それと大前提として知っておいてほしいことがあって、良いエイムをするためには2つの要素が必要になってきます。1つは相手の動きをしっかり目で追う目の要素、2つ目はその動きに合わせて指なり腕なりで正しく視点を動かす能力要素。目と指、フィジカル的なことが大事なんだな程度に覚えておいてください。この2つに焦点を当てて話していきます。だいぶ聞いてほしい、知識としてあった方が良い情報だと思うので、聞き流し程度でもいいので聞いておいてもらえると嬉しいです。参考になりそうだなって思っていただけたらグッドとご視聴よろしくお願いします。それでは本題、そもそもなぜエイムの調子が悪くなるのでしょうか。理由は大きく分けて2つあると思います。一つはある程度感じてる人はいるかもしれませんが、自分自身の体調、コンディションの問題で、二つ目は自分自身と外部の要素との関係。多分こっちは意識しきれてる人少ないのではないでしょうか。意識できてない人は本当に意識してほしい内容になってます。一応傾向としては前者のコンディションの方は生きてる以上仕方ない要素で、特に学生、社会人の方は確実に影響を受けてると思います。僕も毎日朝7時過ぎに家出て、で働いて19時過ぎに帰宅してゲームなり投稿活動なりしてるんですけど、どうしても思うようにいかない日があります。がある程度エイム力の低下抑えるとっておきの方法があるので紹介します。で後者の方は全プレイヤー今日から意識できるので、ぜひ参考にしてみてほしいです。それではまず前者の方から見ていきましょう。その日のコンディションで調子が落ちてしまうパターンですね。こちらに関しては単純にその日の体調、あと一番は疲れ具合。今見てくれてる視聴者の方の大半はさっき話した大体昼間は働くなり学校行くなりで、自分の空いた時間にゲームをする、そんな感じの生活を送ってると思うんですけど、やっぱりそっちの方で疲れちゃって帰ってくるとうまく頭が回らなかったり、あと指が疲れちゃって動かしづらいとか、体フィジカル的な問題が出てきてしまうと思います。体の方に影響が出てくると、さっき話した目と指の2つの要素に影響が出てエイムが悪くなってしまいます。でこのフィジカル的な問題がエイムへの影響本当に大きくて、今回はしっかり対応策出していこうと思います。コンディションが悪くてエイムも悪くなってる時、やるべきことは主に2つあります。1つ目はコンディションが悪い日に感度などの設定を決める、これ結構おすすめです。2つ目はコンディションが悪い日にどのように悪くなってるのか傾向を見つけて対応できるようにする、ちょっと難しくなるんですけど、うまくできるならこっちの方が良いかもしれません。まずは前者の方から。コンディションが悪い日に感度などの設定を決めること、基本的にこの状況でエイムが悪くなってる時って焦りとか疲労であんまり頭も働かないのがあるので、図でも修正しづらいんですよね。なのでそもそもできるだけ疲れてる時でもずれづらい設定で常にプレイしておく、これがめちゃくちゃ大事です。僕だけかもしれないんですけど、感度とか決める時って基本的にみんな時間がある休日とかに決めがちだと思うんですけど、そういう時ってある程度元気な時の自分に合った設定になりがちなんですよね。なので元気じゃない時に感度とか視野角自分にできるだけ合うように調整しておく。感度は僕の他の動画見ながら作ってくれると嬉しいんですけど、視野角に関して基本的に疲労してると相手の動きに目が追いつきづらいです。低視野角だと敵が大きく見えるんですけど敵の動きも大きく見えて、高視野角だと敵が小さく見える分敵の動きも小さく見えます。どっちを取るかっていうのは両方試して決めた方が良いと思います。なんでかっていうと、僕はもともとエーペックスをたくさん疲労なくできる大学4年のニート期間があってから社会人になったので本当に痛感してるんですけど、
低視野角で相手の動きに目で追いついていたのが、疲労が溜まってくるとマジで目追いつかなくなるんですよね。もともと低視野角主義だったんですけど、社会人になってからどうしても敵の動きに目が追いつかなくて視野角を上げたっていう経緯があるので、いろんなこと試してみてもらえると嬉しいです。一番コンディションが悪い時に設定を決めておくことによって、最悪の時でも最低限の実力は発揮できるようになります。疲れすぎてるとどうしようもなかったりするんですけど、個人的に効果が高い安定した方法だと思います。あと大事なのは、体調が良い時でも調子乗って感度いじくるとコンディション悪い時にめちゃくちゃになってしまうので、こっちで調整するときは感度をちまちまいじるのはやめた方がいいと思います。または僕自身でやったことはないんですけど、調子いい時と悪い時の感度と視野角それぞれメモっといて使い分けるっていうのもなしではないのかなとは思います。で、二つ目の、コンディションが悪い日にどのようにエイムが悪くなってるのか傾向を見つけて対応できるようにするについて、前者は調子が悪い時、疲れてる時の感度に寄せるって話だったんですけど、こっちの方は普段は調子が良い時の感度で、調子が悪い時は自分の体がどう動かないのかなっていうのを考えて、その都度少し調整する方法です。メリットは前者と比べてうまくやれば対応力が高いこと、ただ少しだけ理解が必要なので、そこだけは注意が必要です。具体的にどういうことかっていうと、例えば普段僕はパソコンで作業する仕事をしているので、指と目がありえないくらい疲れて帰ってくるんですね。そうすると指が細かく動かせない、大きく動かしてしまうようになったり、さっきも少し話した敵は見えるんですけど動く敵には目が追いつかなくなったりします。指を動かしてしまうということは、エイムを合わせるときに行き過ぎてしまうので感度を少し低くなるように設定する。僕の場合だったら入力範囲の限界を下げて対応したりしてます。個人的な予測なんですけど、プロとかで毎日感度とか視野角変わってる人っていうのは、自分の体の変化とか感覚に理解があるからこそ正しい対応ができてるっていうのがあるので、人それぞれなんですけど、さっきみたいな感じに自分の体はどうなってるのかなっていうのを考えてあげるといいと思います。具体的に設定する項目はちょっとパッド限定なんですけど、デッドゾーン、入力範囲の限界、反応曲線、あと普通に感度と視野角、このあたりを好みに調整できるようになればいいのかなと思います。ちょっと難しめの話なんですけど、毎日の体調に合わせた納得のいく調整ができればやっぱり気分的にもいいですよね。ちなみにこれやりすぎると感度の森に迷い込んでしまうので注意が必要です。森に迷っちゃう人はあくまでコンディションと感度はセットだよっていうのを覚えておくといいと思います。それではエイムの調子が悪い2つ目の理由、自分自身と外部の要素との関係について話していきます。どういうことなのかっていうと、毎日ゲームをするときにモニターとの位置だったり、コントローラーまたはマウスをどう持つか決めておくことがエイムの調子を安定させるのにめちゃくちゃ重要で、ここが普段と違っていたり、そもそも固定できてないと安定したエイムができなくなってしまって、エイムの調子が悪いということにつながってしまいます。ここの2つに関しては実写の方が分かりやすいと思うので実写で解説していきます。はい、それでは解説していきます。まず1つ目に意識することは、モニターの真ん中に目の焦点が行くようにするということです。これが大前提としてとっても大事なことです。モニターの真ん中に目の焦点があってさえいれば、あとは敵が真ん中に来るように照準を合わせるだけになります。こうしておくと視点が定まりやすいですし、いいことしかないです。で、このモニターの真ん中に目の焦点を合わせるようにするためには、自分とモニターとの位置関係が大切になっていきます。例えば自分とモニターとの距離、僕は普段だいたい手ちょっと余るかなぐらいの距離でやってるんですけど、そのくらいの距離だったり、あとはモニターの角度とかですね、例えば上の方からの方が敵が見えやすいのかとか、ちょっと下の方から見た方が敵見えやすいのかなとか、個人差がそういうところはあると思うので、自分のやりやすいように見やすいようにしてあげるといいと思います。あと補足なんですけど、効き目もちょっと大事になってきます。まあ、効き目は人それぞれあるので、調べ方みたいなのは自分で見てもらえると嬉しいんですけど、例えば効き目が右の場合だったら少し自分がモニターの左側に行くかとか、
き目が左の人はモニターよりちょっと右側に寄っておくと目の焦点がど真ん中に合わせやすくなったりします。あとコントローラーの持ち方についてですね、コントローラーの持ち方も固定しておくといいと思います。自分は普段この机の上に、コントローラーを置いてそれを手でポッって持ってる感じなんですけど、これの方が安定しやすいなとか、あとは膝の上の方がコントローラー安定しやすいなとか、あとは少数派かもしれないんですけど、ちょっと浮かせた方が持ちやすいなとか、自分の中で何が持ちやすいのか、何がやりやすいのか、しっかり考えておいて固定しておくことが大切になってきます。おっと、はい、ということで今話したことを意識してあげるとエイムが悪い日っていうのは格段に減っていくと思います。ちなみにあと目悪い人はメガネとかかけてあげるとだいぶエイム良くなると思うので、そこら辺も意識してあげてください。他には指が感度に慣れすぎちゃうとか気分で調子変わっちゃったりもするんですけど、大まかにエイムが悪くなってしまう理由、この2つだと思います。ということで今回の動画は終わりです。参考になったらグッドとチャンネル登録、あとツイッターとかコーチングとかもやってるので気になる方はぜひお願いします。それでは以上、親子どんのすけでした。